さあ2人の遺恨、わだかまり、谷川さん、はい、どんな戦いになるでしょう。いや、まあ本当に前回の大阪ドームの試合がですね、あ、大阪城ホールの試合が本当完全不完全燃焼になったんで、はい、まあ、今日こそですね2人の持ち味が出る戦いが見たいですけどね、はい、憎しみと怒りと破壊を見せるといったバダハリ、そのバダハリの侮蔑に我慢の限界と怒りをぶちまけたカラエフ。さあ今因縁のリベンジマッチが始まった。左のジャブを伸ばしていきま す、ね、バダハリ、今年からね100キロ級以下級っていうのを作ったんですが、まさにこの2人の対決がそういう戦いになります。飛び込んでいく、ジュースランカー開始と同時に激しい打ち合い、右入ったか、バダハリすごい両者のルスランが結構、熱くなってますね。ルスランカライフの方が熱くなっている、熱くなってますよ。じわりじわりと距離を詰めていくバダハリ、両者ともに険しい表情、互いの支援、恨みを込めたこの戦い。バックスピンが飛んでくる、しかしこれは見切っています。バダハリ左首ストレート、早いですね、両者休みません。これがね100キロ以下級のね魅力ですよね。パワーとスピードを兼ね備えたのがこの100キロ以下、はい、ヘビー級の戦い、強烈なローキックです。バダハリも一発一発になんかこう感情が込められてますよね。絶対倒してやるっていう。第1ラウンドはあっという間の1分間が経過。いやでも1分間の中ではすごい攻防ありましたよ。ものすごい両者の攻防ですね、はい、まだクリーンヒットというのは先ほどのバダハリのあるローキック1本でしょうか。ルスラン・カラエフが左のフックから入っていこうとしています。今のローキック聞きましたね。あ、ローキック聞きましたか。今の踏み込みざま、踏み込みの時に入ったんで、はい、いいタイミングで入ったんで、左のロー効きましたね。ちょっとカラエフが踏み込みづらくなってますか。そうですね、あと距離感が今日バダハリはすごい良くて。あ、なるほど。その距離感、いい試合ですね。壁を振り払うようにルスランカラエフ飛び込んでいく、左のショートフック。マサトさん、バダハリはこう、はい、距離を取ろう、自分の距離を取ろうとしてるんですね。この距離はバダハリの距離ですね。はい、で、カラエフはもうちょい中に入りたいですね。中に入りたいわけですか。半歩前に入らないと当たらないですね、パンチは。半歩というこの距離感。まだルスランバックハンドスローです。さあ、ルスランが先に仕掛けてバダハリがカウンターですね。はい、ね、大きなフックです。この足効いてきますね、後半。先ほどのね、見せましたこのローキックですね。そして左のハイ、もともとルスランはローキックなしのキックボクシングずっとやってましたから、はい、距離を詰めていく。一瞬マサトさん、ルスランからも自分の距離になる時はあるんですね、はい、でもやっぱ調子いいんじゃないですかね、バダハリ選手。バダハリの方が、ルスランが入ってくるとバダハリはバックステップで返しちゃうんですよね、はい、だから入れないなっていう印象があると思うんですよね。カラエフはまだ自分の距離なかなか飛び込んでいけないなという、多分そういうイメージがあると思います、ね、はい、飛び込んでいく右ストレート、右を返しました。バダハリが、谷川さん、非常にコンディションもいいと言ってますね。そうですね、すごいコンディションいいですけどね、はい、とにかくこのリベンジマッチ、ルスラン・カラエフに復讐するために仕上げていく右ストレート。第1ラウンドは互角の攻防の中、やや一歩バダハリリードの中終了しています。第1ラウンドの3分間終了。さあ6ヶ月後のリマッチはこれから第2ラウンドを迎えます。ちょっとルスラン・カラエフの顔面鼻血が出ているようです。それを拭き取ります。タイトル挑戦権をかけた戦いはこれからの K1 を担っていく次世代ファイターの対戦でもあります。第2ラウンドが始まりました。飛び込んでいくルスランカラエフ、危うく転落というバダハリ、しかしここは必要以上に追いかけてはいきませんでした。カラエフ、いや、乗田さん、はい、互いの思いというのがどうですか、感じますか。ねえ、キックもパンチも激突してますけど、その間は2人を取り巻く周りのオーラ同士もですね、激突してますね。あ、パンチが入った、あ、左のハイキック、ちょっとバタハリの攻撃が入るようになってきましたね、はい、ルスラン・カラエフの鼻血、それから右の目尻のあたりもちょっと赤くなってきています。この状況をさ、まあ、スピードではルスラン・カラエフ、バタハリともに自信を持っています。これも下がりながらの右、
バダハリの一つ一つの攻撃がカライフを捉え始めている第2ラウンド。本当名勝負ですね。なんかこの2人はいいですね。まさにヘビー級を象徴する左のハイキック、パワーとスピード。おお、カウンター。バダハリはあのカライフのパンチ全部カウンター合わせてますよね。カウンター合わせますね。だからもうカライフはやりにくくてしょうがないと思いますね。はい、そしてここはじわりじわりとバックスピン。おっと、これはスリップです。やはりこのマサトさん、距離感というところでバダハリが完全に主導権を握っている。そうですね、かなり鼻血がひどいですね。あ、ここで時計が一旦止められました。ルスラン・カライフの鼻から大量の出血が見られます。これ一茂さん、はい、呼吸も苦しくなると言いますかね。そうですね。3分3ラウンドの戦い。あ、バダハリのストレートが伸びてきました。いいカウンターでしたねこれ。さあ、ルスラン・カライフの鼻血が吹かれて第2ラウンド試合が再開されます。バダハリがですね、はい、冷静なんですよね。結構ね、もう悪道に見えるんですけど、本当に今日は集中力もすごいですし、冷静に戦ってますよね。あの去年の東京ドームのスローインスキー戦あたりからこうフレーバーな戦いというね、フレーバーな戦い方するような、こうなったらバダハリ強いですよね。はい、無鉄砲な戦いだけではなくなってきた。さあ、これもスウェーバックだけでかわしています。バダハリ完全にこれ、マサトさん、あ、飛びグラック、グラック左合い、距離を詰めるのはルスラン・カライフ、左フックダブル。ルスランも行きますね。ややバダハリの表情が、いや、もう本当これが K1 ですよね。第2ラウンド残り1分、ちょっと変わってきたが、マサトさん、ルスラン・カライフの動きが、ちょ、左カウンターの左、カライフ変わってきましたか。いや、ちょっと効いたな。効いてますか。効いた効いた効いた。左ストレート、左ストレート、効いた効いた。バダハリ返し、劣勢のクライフが逆転の左、逆転だ。しかし立ち上がる、ここで立ち止まるわけにはいかない。復讐の炎がバダハリを立ち上がらせた。これが K1、 これがヘビー級、こんなの初めて見ましたね。復讐の炎をたぎらせたバダハリのリベンジ。いやー、なんか本当に何か起こす男ですねバダハリは。いやー、マサトさん、はい、いや、この2人の試合は、あの僕マックスの試合はしょっちゅう目の前で見てますけど、はい、マックスの選手より速いですよ。スピードがある、スピードありますよ、スピードありますよね。スピードとパワーこそが K1。 勝ったバダハリ、ショットリングの中央、厳しい表情です。ルスラン・カライフ、いや、仕掛けていきましたけどもね、これ何回も見たいですね。いや、ノリカさん、この対戦はどんな今感想でしょう。いや、もうあの本当にね、今日のね K1 はすごいですね。すごい、あ、びっくりしました。これが最初のルスラン・カライフの奪ったダウン。しかし立ち上がったバダハリ、これまたカウンターが入ったんですよね。これ、うわ、完璧に捉えました。終始バダハリ選手落ち着いてましたね。そうでしたね。もう一度フィニッシュシーンのストレート、本当なんか奇跡を起こす男ですよ ね、 ですね。勝っても負けてもすごいですよねバダハリは。ダウンを奪われたバダハリが渾身の一撃。どうしてもルスラン・カライフを倒したかった。さあ、このバダハリとヘビー級タイトルをかけて戦うのは果たしてどちらか、武蔵か、それとも藤本か。この後すぐ